決勝の戦いとなります。さあドラフトでも注目していると名前が上がる2人、やっぱりこの組み合わせポイントになるのはこの弱ローリングアタックに対してメナとか反撃ができないですので、ある程度近い距離であればやっぱりそのローリングアタックをガードすることでゲージを貯めていけるっていうのはブランカあの戦いに一つになりそうですね。さあ早速画面端に追い詰めたゴイチですが、前ジャンプで錦木逃げていきました。しかし投げている、立ち回りで勝っているのはこのラウンドはゴイチ。メナトにこのリードを取られると結構しんどいですね。さあアマゾンリバーランからトリガー発動、しかし波は抜けている、対空しっかり挟み込んでいるのはゴイチ。カーメンからさあゲージを使ってダメージを取って、さあ錦無理やり当ててきた画面端あるのか。さあ投げて、このまま駆け抜ける必要があります。 V ゲージはまだある。もう発動させないように倒す必要が、来たからのルーシギタ一撃いった。2段目、そしてうわーこれさらに来た、51対応ワイルドハントゼロ距離から。いやワイルドハント EX バーチカルローリングだったら錦、はい、の勝ちだったかもしれないですね、もしかしたら今、今手を出してなければローリングが当たって、うん、手を出してると EX バーチカルが当たってっていう読み合い、ね、読み合いでしたね。初めのラウンドからスタッチが溜まっている、駆け抜けている。これ行くんじゃない、どうでしょうか。もう1回ちょっとからのパネッ、温存、そうですね、置き攻めもついてくる。メナド戦としてはやっぱりこういう風に端で倒しきることで V 取りが本当に強いので、それをまあ生かさせないっていうのは勝ちパターンになりますね。ここはさあ大陸リースが上しない。さあ落とせず珍しい光景、そして今度は後ろにいる。さあ錦がホールをするか、スタンチがかなり溜まっている、それでも上から行く。さあ差し返しの形、もう一もまだまだ冷静。さあ溜めて、そうですね、溜めたいですね、はい、ガードしながら V ゲージを溜めて、うまい、上っ、きれいに刺さっている、ダブルアップが1回どっかで来るかもしれないですね、うん、あ、今しました、さあ、始まっている、いや、どうなのこれ、さあ、生発動から、あ、うまい、さあ、ビット一発食らったら、これ、そうですね、でもビットは、1からのシャウト、あ、でもビット、ただ、攻守が長すぎた、目の前に打ってきた、これはさすがに、おー、止めれてる。展開早かったな今最後。すごい。いろいろありました。実況解説追いつかないですね。今そうですね。そのローリングアタックに対してガードする直前にビット離しておくって、いわゆる、はい、あのガード話やったんですけど、ローリングアタックのガードコーチが長すぎて空中ヒットしたんですけど CA が繋がらず、はい、その後の読み合いで CA をぶっ放したっていう。しかもあの CA に関しては最後に、はい、打ったクリティカルアーツに関しては。ジャックパンチ、ジャックキックの空中の相手にしか基本当たらないビットだったんで、上のフォローがね、フォローなしの勝負点、気合いの CA と、はい、やはりこの両者が戦うとなかなか見たことがない展開になると、そうですね、ところこれが職人対決の醍醐味だが、さあこれはうまく引かれてリバラまで追いついてきている。さあ先の先、相手の防御を前に出て、カウンターいく、錦村君、やっぱり対応もすごい上手ですよね、画面を多角的に使える、それにシンプルなブランカを非常にうまく動かす、これはここしっかり倒しきり、これ3回くらい択をしのがないと、生還できなかった。双方やっぱり V 取りが強いんで、どのタイミングでどっちが圧倒するかで結構傾くのかなと。今のはもっとお互い発動できたんですけど、錦側の方がうまく発動しましたね。逆にそこまでの逆算をするのが難しいですよね、ちょっとね、相手のゲージもあってというところなので。さあここは5-1の6段上画面端、やはりお互い画面端は厳しいか、振り返って、なるほど、一瞬で中から挟み込み、結構思ったよりお互いワンサイドのゲームになることがラウンドが多いですね。そうですね、なので
もう序盤の動きで試合が決まってしまうほどの、まあ、かなりリスキーな組み合わせと言っても過言ではない。前に出たがくぐれずか。まあ、お互いがやっぱりトリガーが強いので、お互いその結構強めのこういう飛びを多めにしたりとか、お互いかなり飛んでるんで、まあ、勝ち切りたいですよ ね、 双方勝ち切るための選択が多い。その結果結構ワンサイドが多いですね。さあここ大パン踏み込んでからのクラッシュカウンター、駆け抜けようとしてますね。そう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 、あーこれはでかい。錦鯉前傾姿勢だが、うわー初期中継当たっている。うわー画面から当たって切り直している。これどうする ?5-1 残しますか。ゲージは残して、あー来たー下にゲートがあった。さあ上に飛んで注意をそらして下のビットを当てていく。あれも投げ抜けを押しちゃうと食らっちゃうんですよね、あの垂直ジャンプ、ね、強キック話、強パン話か。ビットが下に、足元にあるビットを飛ばしつつジャンプしていて、投げ抜けをしたあのビットからジャンプがつながって倒しきると。メナト側もねリスクはないので、かなりローリスクハイリターンな行動なんで。終わった。お見事5-1 そう気づいたら、気づいたら 5-1 が勝っていたと、はい、いう試合でしたが、お二人いかがでしたか。なんか思ったよりこう殴り合いというか、